ったですね。曲がんだです。曲がんだです。やばいな、この感じやばくない？毎度名前変わってないで。萌え萌え萌えとシャンパン、萌えシャンパン、萌え萌え萌えとシャンパンですね。高いかなあ、そうか、高い、萌え。どうですか、5日目に帰ってきて。久しぶり、1年ぶりに帰ってきましたね、5日目に。1年半ぶり。どうですか、帰ってきたかったんだ。ここは初めてだ。これからも5日目で。これから5日目です。頑張るんですか。頑張ります。でもまだ問題があったら、まだフィリピン帰る。え、どこなの？ナベシア。ナベシア。ナベシア。マニラの。あ、マニラから近いの？近いの？3時間ぐらい。遠いの？あのバスで。遠くない？遠い。何で、バスで？タクシーでも3時間。じゃあだいぶ田舎ね。だいぶ田舎。山の中何飲んでる？酒何飲んでる？テキーラ。毎日？で、それでお腹空いて食べる。何食べる？ご飯。肉料理、うん、今ないの？今ないの？ない。しょうがない、小屋がいない、怒らないから。アボボ、アドボボ、チキンアボボ。あなたが作ったやつは辛いんだ。辛いが好き。タバスコ。あなた今日、卵じゃないです。卵じゃない。あ、俺の前に裏臭いんだ。ないの。じゃあ俺で卵なくなったの。なるほど。食べる、寝るがいい。寝るがいい。あ、石のやつだ。食べる、寝る、食べる、寝る。すごいね。お金持ちだな。本当の人だけ。あの、パソコンは仕事みんなあるから、私が寝るか寝るがいい。いいじゃん、なんでじゃん。日本、あ、でも日本はいい。あの、私がフィリピンが仕事ないから、なんか自分のファンがない。だから仕事したい。でもあなたの家族は仕事がある。それダメなの？ダメ。自分のお金が欲しい。なんでどうやってここ買うの？ファンに、あの、お母さんがあげないよ。私服いるの？服いるの？なんでなんでなんでいるの？いらなくない？これでいいじゃん。これで。やばい。これ服じゃん。遊びしてるときは服があるでしょ。ギャラリーの服。それ。自分のお金なかったらそれ買わないでしょ。あ、もう終わりますんで、さよなら言ってください。さよなら。